小悪魔教師サイコ、星さん。この漫画は金八先生を現代風にアレンジした腹の底からざまみろ&スカッと爽やかの笑いが出てしょうがねえぜな漫画です。主人公は学級崩壊してほぼクズしかいない高校に教師として就任したメス教師であり、そのメス教師が行動力とテレンテクダを使って学級崩壊させている、リンチだったりレイプをしているクズを一匹ずつ間引いて追い詰めるという最高にスカッとするザマー系漫画。人族というのは言葉を発する動物なので、従わせるには圧倒的な暴力を見せるのが合理的なので、次にごく一部の人族は言葉で理解できるのだけど、多数の人族は改心しないのぜ。そして戦国のシュベスタというクソ激烈に面白い漫画で主人公が示唆しているように、グループにクズが一匹でもいるとグループ全体が卑屈になるのぜ。だからそういうゴミ掃除を定期的にすることはグループの QOL が上がるからおすすめなのぜ。ここからネタバレ。クズメスの JK をクズメスの彼キッピのクズの私物のナイフを使って罠にはめる手法だったりと、さっきと一匹ずつ殺すヒットマンプレイではなく圧倒的強者だけができる、相手を恐怖に陥れるというプレイスタイルが慎み深い。全体的にクズが追い詰められてザマーする感じや前半にこのクズたちの胸クソを綺麗に読者に表現しており、ザマーした後のスカッと感がビモールとベネな現代版金八先生。